未来のクラシック放送探せ。先週からしばらくの間パンデさんがお休みということで、今回はゲストをお迎えしてお届けしていきたいと思います。東京スポーツ二刀流記者、立川啓太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応二刀流記者と呼ばれてますけれども、調教取材とあと記者関係者のお話を聞く取材と、この2つをやってるということで、二刀流記者と呼んでいただいてます。なるべく皆さんが当たる情報を届けられるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週はクラシックへ向け共同通信杯クイーンカップが行われます。番組後半でじっくりお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい。ルージュバッククルミナルをお願いします。ではまず如月賞を制したルージュバック、星いくついただけますか？はい、私今まで1回目に出たんで、10がいなかったんで。そうですよね。うん、ここでルージュバックは10でいいだろうと。ハンデさんもルージュバック星10個いただいております。立川さんはこのレース、いよいよ出たなと、そういうクラシックに向けて頭角のサインが灯る、頭角ランプが灯る馬がいよいよ出たなという感じが本当にするぐらい強烈な強さを見せてくれたんじゃないかなと思います。わかりました。次にクルミナル、星いくついただけますか？